皆さんこんにちは。信州紳士のチャンネル、ミスターキャニーです。今年もよろしくお願いします。今回は昨年のこの時期に松本市で行われた松本建築芸術祭の展示会場と作品を順番に巡っていく動画になっています。この松本建築芸術祭は2022年に初めて開催されたイベントで、1月29日から2月20日までの間、松本城周辺のノスタルジックな建物を舞台にアート作品を展示し、松本の街の活性化につなげることを目的とした芸術祭です。私も昨年このイベントに参加してみて、地元の方でも普段なかなか入れないような建物の中に入れたり、素晴らしいアート作品に触れることができて、すごくいいイベントだと思いました。しかし昨年のこの時期は新型コロナウイルスが蔓延していた上に強い寒波が来ていて、松本市内でも最高気温がプラスにならない日を連発していた時期でした。ですので行きたくてもなかなか行けなかったという方も多かったんじゃないかと思います。安心してください。そんな時のためのこのチャンネルです。私ミスターキャニーが全て回ってパンフレット通りの順番に編集しましたので、今回の動画ではそれを皆さんに共有したいと思います。なおこの芸術祭に見学料はなく撮影も可能なイベントでしたので、この動画に著作権上の問題はないと思われますので、そこはご了承ください。それでは前置きが長くなりましたが始めていきましょう。信州紳士のチャンネル。まずはじめは松本市民芸術館から始まります。ここで芸術祭のパンフレットをもらうことができるので、それを見ながら巡っていきます。松本市民芸術館は2004年に長野県出身の世界的建築家伊藤豊雄氏の設計で建てられた舞台芸術のためのホールを備えた文化施設です。ここで展示されている作品を作ったアーティストは井村和人氏。作品は今見えている窓際に配置された展示台の上に乗った石なのですが、近くで見るとこんな感じです。松本市付近で採取できる黒曜石を研磨し加工することで出来上がった不思議な鏡でした。2カ所目の展示場所は池上邸の土蔵です。アーティストは磯谷博文氏。身近な出来事や物理現象をモチーフとしたセピアトーンの写真が全部で12点展示されていました。こちらの建物はかつて庄屋を務めていた家の土蔵で、明治時代に米蔵として建てられたものだそうです。古くても作りは精巧でとても深い味わいですよね。3カ所目は旧念来寺の鐘楼です。名前が旧となっていることから分かるように、この土地にはもともと念来寺というお寺があり、このお寺自体は明治5年の1872年に廃寺となったのですが、鐘楼だけは時を知らせる鐘の役割があったために破壊を免れ、現在は跡地にできた妙正寺の敷地内に鐘楼のみが残され、松本市の重要文化財及び長野県の県宝に指定されています。アーティストは山内翔太氏。鐘楼建物の内部にはスクリーンが設置され、映像作品が展示されていました。
内容は作者が学生時代に住んでいたアパートの大家さんや廃品回収業者のおじさんとのやり取りの記録のようです。鐘楼はやはり立派な作りで、他が映ってしまうのであまり映せはしないのですが、ちょうどイオンモール松本の真裏に位置していることがわかります。4カ所目は川上設計事務所です。こちらも建物が国の登録有形文化財に指定されており、西洋風の味のある建物になっています。アーティストはロッテ・ライオン氏、オーストリア生まれの女性彫刻家の作品です。一見家具のように見える御殿の箱のようなものが視覚効果を生み、この建物とマッチすることで空間自体を彫刻のように表現した作品のようです。この期間には2階も公開されており、各部屋も見学することができました。こちらも古き良きの作りでしたが、こういう機会でないとなかなか見ることもできないですよね。この建物はもともと昭和50年代まで松岡医院という医院併用住宅として使われていたそうですが、維持管理の問題で解体の相談を受けた建築士が、壊すのは忍びないという理由で自ら買い取って建築設計事務所として現在も活用されているそうです。5箇所目はレストラン光屋です。この建物は明治20年に名門の商家であった平林家によって建てられた古民家で、現オーナーが2007年に高取邦和氏の指揮の下で再生し、現在は母屋をそのまま生かした日本料理の東と漆喰の蔵をリノベーションした西の2つの飲食店として営業されています。すごくおしゃれにリノベーションされていて雰囲気もいいので、私も常々ここで食事したいなぁと気になっていたところでした。アーティストは石川直樹氏、蔵の2階部分がギャラリーのようなスペースとなっており、ここに写真作品が展示されていました。6カ所目はコーヒー茶坊亀の屋です。ここは前回の私の動画でも紹介したことがありますよね。私も大好きな喫茶店です。残念なことにこの日は満員で入ることができませんでしたが、中の詳しい様子や雰囲気はこちらの動画をご覧ください。アーティストは川田誠一氏で、このような形で風景画としてのランドスケープ作品が展示されていたそうです。7カ所目は上土劇場です。ここは昭和35年に映画館として建てられたもので、当時は松本ピカデリーという名称でした。その後地元の新聞社がこの映画館を買い取り、ピカデリーホールと呼ばれるようになり、平成30年からは上土劇場と名称を変え、現在は劇場としての再生を図っています。展示作品は著名人の巨大なポートレート写真で、アーティストは地元松本出身の写真家白鳥慎太郎氏。被写体となっているのは左から順に岡本太郎、北野武、笹野隆、小沢誠二、飯島勲の5人で、まるで京都の龍安寺の石庭のように全ての人物を同時に見ることができないように配置されています。8カ所目は白鳥写真館です。ここは先ほど上土劇場のポートレート写真を撮った白鳥慎太郎氏の住宅兼店舗で、ここには彼の作品が2作品展示されていました。先ほどのモノクロのポートレートは打って変わってカラフルでセンセーショナルな作品ですね。9カ所目は下町会館です。こちらはもともと化粧品店として建てられた建物で、一時は解体を迫られた時期もあったようですが、この通りになくてはならないものとの声から保存が決まり、現在は貸し室などを備えた下町会館として運営されています。
アーティストは土屋信子氏。私が最初に作品を見た時は理解が難解そうな作品だなと思いましたが、作者の作品ステートメントには自分の中にある理解不能な部分を掘り起こして、全く論理的でないプロセスを重ね、わけのわからない何かを作ろうとしたと書いてあって、そもそも理解できるはずのないものなんだなぁと納得がいきました。不思議な世界ですよね。10箇所目は上土シネバです。大正6年に松本電気会館として開業したこの映画館は、任侠映画の上映なので当時賑わったそうですが、周辺環境の変化や建物の老朽化などにより平成20年に閉館しています。アーティストは鴻池智子氏。映画館ですのでやはり映像作品が上映されていました。ただこの動画では白飛びしてしまってよく見えませんね。お詫び申し上げます。建物には随所に映画館として使われていた頃の名残が見られ、一部の部屋ではこの芸術祭の記念グッズなども販売されていました。11箇所目は割烹松本館です。私的にはここがこの芸術祭の目玉なんじゃないかなと思っています。展示会場は99畳の広さを誇り、結婚披露宴や賓客をもてなすために作られたという2階の大広間、鳳凰の間です。アーティストはこの鳳凰の間の設計監修を手掛けた太田南海氏、そしてブレイクダンスの世界観を取り入れた木彫を得意とする小畑拓氏。まず小畑氏による彫刻作品がこの大広間の中心に鎮座しています。この作品は小畑氏自らがブレイクダンサーとして活躍していることもあり、その技術や躍動感を木彫で表現した B ガールというシリーズの作品だそうです。そしてこの鳳凰の間の全体像ですが、先ほど紹介したように設計監修と床柱の部分は松本生まれの美術家太田南海が担当し、広間全体を彩る絵は横浜出身の日本画家金子霊挙が3年8ヶ月の歳月をかけて完成させたものだそうです。この期間中、松本館では太田南海が手掛けた客室ぶどうの間も見学することができ、ついでに中も見学させていただきました。12箇所目はNTT 東日本松本大名町ビルです。アーティストは紀藤健吾氏。外観からもこれぞインスタ映えといったようなカラフルな雰囲気になっていますね。奥に進んでいくと、これまたカラフルなフラフープをつなぎ合わせた作品とカラフルなアクリル板が散りばめられたボートのような作品が展示されていました。13カ所目はハルモニービアンです。このビルは日本勧業銀行、今のみずほ銀行松本支店の店舗として使われていました。現在はレストランおよびブライダル施設として利用されています。こちらのアート作品は今見えているこの建物の屋上に展示されており、隣接した松本丸の内ホテルの8階からこの屋上を見下ろすというユニークな見学システムになっていました。この松本丸の内ホテルもおしゃれなシティホテルといった雰囲気で、またいつか泊まってみたいなと思いました。アーティストは中島隆氏。主にストレッチフィルムを素材としたインスタレーション作品を得意とする方だそうです。窓の外に見えるこちらが作品です。
昼なので少し地味なのですが、夜になるとこんな感じでライトアップされていたみたいです。14箇所目はコーヒーラウンジアジサイです。こちらは船乗りだった仙台のオーナーが停泊した外国での料理を紹介したいと始めた喫茶店です。展示作品のアーティストはこちらも先ほどと同じ中島隆氏、ただ今度のストレッチフィルムはアジサイカラーのブルーに変わっています。15箇所目は旧宮島肉店です。宮島肉店は今となってはもう廃業してしまったものの、明治28年に創業した松本で最初の精肉店だったと言われています。アーティストは早乙女哲平氏、彼の作品はこの芸術祭のポスターやパンフレットの表紙にも採用されていますね。モノクロを基調とした絵画を中心にカラフルな立体作品や音声を使った作品が展示されていました。16箇所目は池上百竹亭茶室です。この百竹亭は呉服屋の長男として生まれた池上喜作の邸宅として昭和33年に建てられました。茶室は京都から茶室専門の大工を呼んで作らせた本格的なもので、障子張りも京都からの建具の専門家を呼んで仕上げられました。これらの職人はみんな浅間温泉の旅館に泊まりして作業を行ったといいます。敷地内には百竹亭の名の通り随所に竹が植えられています。展示アーティストは松沢豊氏、平成18年に郷里の下諏訪で84歳の生涯を閉じた彼の手掛けた現代アートが展示されていました。17箇所目は松本聖十字教会です。ここは本来は割烹松本館にあったブレイクダンス木彫の小畑拓司の作品が展示される予定だったのですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため教会内部への入場が不可となってしまい、展示会場が松本館へと変更になり、この聖十字教会については外観のみの見学になりました。18箇所目と19箇所目は同じ建物、旧司祭館の1階部分と2階部分です。司祭館は明治22年にフランス人神父の設計により宣教師や伝道師の住居として建てられたものです。まず2階からですが、展示アーティストは本庄直樹氏、都市の姿をジオラマのように撮影し、まるでミニチュアのような感覚を呼び起こさせる技術は今回の作品の中でも目を引くものでした。1階に降りて今度は19箇所目です。アーティストは釘町明氏、この旧司祭館からイメージされる光と、そしてそれが現れる前の世界を音と絵画で描いています。20箇所目、ラストを飾るのはご存知の方も多いでしょう、国宝旧開智学校です。和風とも洋風ともつかない摩訶不思議な西洋館は日本の文明開化を象徴する建物として高い評価を得て、令和元年に近代の学校建築としては初めて国宝に指定されています。アーティストはアルモニービアン、コーヒーラウンジアジサイでも制作を担当したストレッチフィルムの匠、中島隆氏。もともと学校であったこの建物に再び公共性を与えています。皆さんいかがだったでしょうか。
長尺になりすぎないよう急ぎ足で鑑賞していきましたが、この松本建築芸術祭、なんと今年2023年にも開催が決定しています。資金面の関係から今年は有料での公開のようですが、昨年とは展示場所、参加アーティストも少し変わっているようです。この動画を見て興味を持ってくださった方、概要欄に特設サイトへのリンクを貼っておきますので、ぜひ訪れてみてください。2月4日から2月26日までの開催予定だそうです。それでは今回はこの辺で。皆さんお元気で。